エ寿庵大阪府大阪市天皇塾空気吉町に、ある新言宗と与山派の寺院。別称である鎌八幡の呼び名で知られる。摂津国八十八箇所第十五番札所でもある。いつ頃からかは、よくわかってはいないが、この辺りにあった三冠坂と言われる道の横に、えのきの御神木と祠があり、その御神木に向かって、鎌八幡大菩薩と唱えながら鎌を突き刺すという風習が、 生まれた。五神木は次第に鎌八万と呼ばれるようになった。慶長19年、この地のすぐ東側に新たな大阪城のクル話として、真田丸を築いた真田信重がこの五神木に参拝し、習わし通りに鎌を五神木に刺したところ、大阪冬の陣の際の真田丸の戦いで徳川方に勝利した。戦後、 信重はそのお礼として御神木の祠を建て替えたという。遠方9年6月、百姓太郎在門が、神言、宋室派明法寺十字で、古典研究家である、慶中アジャリに深く帰依し、所有地であった、この地を慶中に寄進した。その後、元禄三年になって慶中は寄進された地にあった、御神木と祠の脇に、円寿案を混流して、十字となり、 万葉大正記や和事象乱用略などを表している。また、慶中が御神木釜八万を深く信仰し、新言宗の祈祷とも結びついていったこともあり、信仰は広まりを見せた。やがて、円寿庵は釜八万や祈祷寺とも呼ばれるようになる。元禄十四年一月二十五日、慶中は円寿庵にて六十二歳で亡くなった。墓所は境内に作られている。 なお、京中は1891年に聖四位を追蔵され、墓所のある縁寺庵に金100円が貸しされた。1922年、京大が大阪市で最初の国の史跡に指定される。当初は、神言、総室藩明法寺の末寺で、本尊は不動明王であったが、1945年6月1日の第二回大阪大空襲で、 円ン庵は御神木と共に全焼した。戦後は、新言宗と与山派本山派瀬寺の末寺として、また、十一面観音菩薩を新たな本尊として再建された。御神木も新たな芽を出して成長し、復活している。なお、境内は全域撮影禁止となっている。以上の著述稿本類は、大阪府立中野島図書館に帰宅されている。井上正夫。 大阪府全市リング全国書士番号73012615新指定の文化財月間文化財297号第1放棄 1988P27 昭和63年6月6日文部省国時代77号大阪府内指定文化財一覧表ありがとうございます